はい。今回、水曜チェキの初リンクという機能、こちらで、初リンクの機能を見ていきます。ここ4番目ですね。で、こちらに URL 同様に入れていってください。URL を入れてチェックを押すだけですね。そうするとね、このこのおはや、い、の、まあ、デモサイトっていうところから、まあ、この初リンク、総初リンク85ということで、外部リンク14、内部リンク71っいうのが出てきますよと。と、まあ。内部リンクっていうのはね、その、 のの中中ととか、そのサイトでで相互にこう貼っているところですね。例えばね、この記事を見るとこの、こちらの記事も参考になりますよとかね、例えばね、ワードプレスというもののテーマでブログを書いていったら、書いていったら、例えばね、このプラグインの記事、こね、弊社が書いたらこちらの記事参考になりますよということで、自社内のコンテンツを回遊させるための内部リンクですよね。 外部リンクはね、このサイトも参考になりますよと。自社のコンテンツではないサイトに飛ばす。他のサイトとかブログ記事に飛ばすことを外部リンクですよね。この数ですね。まあ、内部リンクは多いわけですけれども、内部リンクも多すぎるも注意ですね。まあ、大体同じぐらいがベストですけれども、まあ、どういったところからこう、ね、内部のリンク、外部のリンクというのが出ているのかという、ここで見ることができます。これはデモサイトなので外部リンクはほとんどないですけれども、こういった形で見ることができますので、ぜひ、ねまあ、参考までに初リンクチャック。 をやってみてください。